小笠原長尾昭和33年9月20日は、佐賀県出身の海軍軍人。異海君党は、海軍中将、正二、君一党、高四級、四尺。陽明名は県の進む。忠友系小笠原家14代。老中、小笠原尾さゆの長男として、江戸で生まれる。明治6年9月、祖父、彫国の隠居により、家督を相続した。明治十三年。 学習院に入学。教律学校や工業者などにも通い。明治17年9月、海軍兵学校に入学。同年7月、死者区を授けられる。明治20年7月、海軍兵学校を卒業。成績は45人中35位。なお、同期には鈴木貫太郎らがいる。明治22年10月、海軍省院に任官し、日清文大使となる。 天城の組を経て、明治24年7月から翌年8月まで海軍大学校で兵種学生として学んだ。八重山の組を経て、明治26年11月、高千穂分隊長に就任し、日清戦争に出生。公開海戦に参加。明治28年7月、天城分隊長に移り、その後、軍令部に出資し、日清選手編参院となり、 軍事史に関する分泌活動を積極的に展開し始める。明治29年4月、軍令部長方会員に就任し、軍令部出資に移る。明治32年9月、海軍少佐に昇進。明治35年3月、浅間分隊長に移り、千代田副長を経て、明治37年1月、軍令部参謀に就任し日露戦争を迎えた。同年7月、 海軍中佐、明治41年9月、海軍大佐に昇進。明治44年2月から大正4年4月まで、学習院御用係を兼務。明治44年9月、軍令部出資権参謀に発令され、常盤、香取の各官庁軍令部出資権参謀を歴任。大正3年4月から大正10年3月まで、東宮語学問所幹事を務める。 大正3年12月に海軍少将。大正7年12月、海軍中将に昇進した異名。大正8年12月に休職し、大正10年4月に予備役編入となり、宮中古問官に就任。昭和20年11月まで在任。昭和22年、公職追放の処分を受けて、伊豆に併居した。昭和33年、死去。90歳没。 小笠原と東郷平八郎、ありがとうございます。